今日は導電性の糸を使って光るスピナーカードを作ります。こちらのスタンプと台を使いました。黄色、黒、白のカードストックとトレーシングペーパーを使います。赤のチブトロニクスと銅箔テープ、3ボルトのコイン電池、導電性の糸を使います。白のカードストックを長方形とサークルの台で大カットします。同じものを2枚作ります。黄色のカードストックに先ほどのカードストックを当てて円形の台で大カットします。白のカードストックにクマのスタンプをメメントの黒で押していきます。表と裏、それに真ん中の回路を貼るパーツ用に3回スタンプを押しておきます。黒のカードストックを仮止めテープでコピー用紙に貼り付けます。センチメントをスタンプして白のエンボスパウダーでエンボスします。アクリルブロックに小さなスタンプをランダムに貼り付けます。ディストレスオキサイドのワイルドハニーを使ってランダムにスタンプを押していきます。もう一つのセンチメントをメメントでスタンプしておきます。プルタブパーツにプルヒアーのスタンプを押しておきます。クマのパーツをコピックで塗っていきます。表と裏になるパーツだけ塗り、真ん中になるパーツは塗らずにそのままにしておきます。鉛筆で輪郭をトレースして、それに沿ってハサミでカットしていきます。このスタンプにはマッチング台があるのですが、このクマのスタンプは実は左右の手の長さが少し違っているので、台を使ってしまうと表と裏のパーツの大きさが合わなくなってしまいます。クマのパーツを2枚重ねて、中央部分をハートの台で大カットします。色を塗ってないクマのパーツと重ねて、ハートの中央部分に印をつけます。
印の中央部分に目打ちで穴を開けます。ハートで大カットしたところの裏側からトレーシングペーパーを40にして貼り付けます。回路台紙の右下の部分にスリットを入れるためのラインを引いていきます。下から2分の1、4分の3、1インチの部分に線を引いていきます。スリットの長さは1インチ、幅は1ミリとします。スリットをカッターでカットします。左下の部分に電池の印をつけます。鉛筆で回路を書き込んでいきます。大カットしたサークルの下側をマイナス、上側をプラスにします。プラス側の回路はスリットを横切るように設計します。チビトロニクスの印をつけていきます。上がプラス、下がマイナスになるようにします。鉛筆で描いた回路の上に銅箔テープを貼っていきます。電池を置く位置に強力な両面テープを貼ります。台紙側の回路にも銅箔テープを貼っていきます。電池の部分では両面テープの剥離紙を剥がして、その上に銅箔テープを貼っておきます。電池のプラスを上にして両面テープの上に貼り、プラス側の回路を電池の上から貼り付けます。赤のチビトロニクスを中央のパーツの表と裏に貼り付けます。
チビトロニクスのプラス側の電極の中央を導電性の糸で縫い付けます。表と裏のチビトロニクスを貫通するように縫い付けていきます。縫い終わったら糸を結んでおきます。マイナス側も同じように縫い付けておきます。結び目の上に補強のために銅箔テープを貼っておきます。パーツの中心線に沿って糸をテープで貼っておきます。チビトロニクスがパーツの中心線の上にない場合、どうしたらいいかを説明します。まずはチビトロニクスの印をつけます。チビトロニクスの場所から中心線の部分まで回路を書いていきます。裏側も同じように回路を書きます。鉛筆で書いた回路の上に銅箔テープを貼っていきます。印の上にチビトロニクスを貼り付けます。
銅箔テープが中心線と交わるところを導電性の糸で縫っていきます。表から裏へ貫通するように縫い付けます。縫い終わったら結んでおきます。マイナス側も同じように縫い付けておきます。結び目の上に銅箔テープを貼って補強します。中心線に沿って糸をテープで貼っておきます。出来上がったパーツを台紙の回路の上に仮止めして LED がつくことを確認します。パーツから出ている糸を台紙側の銅箔テープと中心線の交わるところに縫い付けていきます。縫い終わったら結んでおきます。マイナス側も同じように縫い付けておきます。結び目の上に銅箔テープを貼って補強します。
センターラインに沿って糸をテープで貼っておきます。台紙の裏側からも糸の上に銅箔テープを貼って補強します。スイッチパーツ用の紙を半分に折ります。半分に折った紙をスリットに差し込みます。スイッチパーツをスリットの右端に乗せて、台紙に貼ってある銅箔テープと同じ位置に銅箔テープを貼っていきます。スイッチパーツを一旦スリットから抜き、ぐるっと一周銅箔テープを貼っておきます。このような十字型のパーツを作ります。スイッチパーツの上にプルタブパーツを貼っていきます。色を塗ったクマのパーツを中央のパーツの表と裏から貼ります。カイロを貼った台紙の周囲にフォームテープを貼っていきます。
表紙の方にセンチメントを押した紙を貼っていきます。表紙のパーツをカイロを貼った台紙に貼っていきます。出来上がったパーツを黄色のカードストックに貼り付けていきます。スピナーカード完成しました。光るスピナーカードの作り方分かりましたでしょうか。封筒に入れる前に中央のパーツをねじっておくと、カードを開いた時に中央のパーツがスピンします。何か質問などありましたら、ブログやインスタグラムの方にコメントをください。